スポー神社は、徳島県阿南市の津の峰山山町にある神社である。式内社で、旧社格は合社。現在は神社本庁の別表神社。が芝姫命を主催神とし、愛殿に大山住命を祀る。海運延命、病気大雷ゆ、海上安全の神として信仰される。社殿では、人気元年、新宅により、国家賃を 炎明長寿の神として、が芝姫命の地を霊山、積根山の山頂に祀ったのに始まると伝える。縁起式神明町には、阿波国長軍が芝姫神社と記載されている。坪山には、大将の洞窟があり、かつては断食三郎の行場であった。領主八須家家が守護神として数敬した。昭和25年、神社本町の別表神社に、加列された。 つみね山の麓の阿南市美野林町下市の22にも、が、芝姫命を祀る、が、芝姫神社がある。現在は、美野法八和田神社の境会社とされている。社殿では、が、芝姫命が最初に祀られた地であり、その後、が、芝姫命は、人々の希望により、つみね山山頂に潜座したが、元の鎮座地にも祠が残されたものと伝え、 当社が、津宝神社の本宮であるとしている。後に、近くの美能法や渡神社に合祀された。昭和27年、が芝姫神社の社地の大部分が、市に提供されて保育所が建設され、神社の社殿は、敷地の北西宮に移されていた。昭和63年に保育所が移転したのに、伴い元の境内が、神社に返還され、平成2年に新社殿が造営された。 ありがとうございます。